the ultimate Kiara bird mating call. Here we go. I'm the bird call DJ. Let's go. Let's throw some kikirikis. やけーんチャンネル。はいどうも、やる気元気よつき、あさとよつきでございます。今回は、また、よつき買ったものシリーズに、なるわけなんですけど、ね、何が来たか、見ていこうかなと思っております。というわけで、ここから実写になるわけで、ドンとですね。箱があるわけなんですけど、大体お察しの通りですね、最近私が何買ってるかっていうのは、動画で上げているので、あの類ですね。と思うんですけどね。横開けてと。多分合ってると思うんですけど、多分この時期来るってなると、おそらく、あれかな。って思うんですけどね。ちょっと中身確認してないんで、今から初めて開けるからこれ映して大丈夫かっていうのがあるんですけど、なんか宛名とかあったっけ。なさそうだね。ないね。はい、というわけで、箱が入っていて、いつも通りのスリーブですね。よいしょと。もう上見えてたわけですけど、はい。ホロライブのフィグマですね。627番の、ホロライブイングリッシュ、1期生のミスですね。その、高梨キアラさんが、フィグマ化されたので、予約していたので、予約届きましたね。裏子ね。で、今回、付属品が、剣と盾か。いやー、カリオペさん来て、グラちゃん、サメちゃん来て、で、今回、ケンタッキーが来たわけですけど、ちょっと開けていこうかな。細かいレビューとかはいつも通りしませんので、多分誰か開けてるでしょと思うんで、レビューとかはしませんけど、こういう感じなんだっていうのを簡単に、買ったよ報告やっていきますね。よしと。クリスタ開けてと。いや、一番気になってるのがこの盾よ。盾と剣よ。これ収納できるよね。もちろんできるよね。できるね。ぴったりぴったり。できたできた。表裏、両方いけるよね。いけるいけるいける。いや、いいね、いいね。ガンダム作品でもこういう感じで装備するシールドをね、もっと増やしていいと思うんだけどな。ちょっと、個人的にはこういうの好きなんでね。で、本体が。このビニールがね、剥がすのがね、私結構苦手なんで、毎回引きちぎってるんですけど、どっからだ。もう引きちぎるか。ビニールだしって。細かい可動域とかも、多分誰かレビュー上げてるでしょ。っていうので、そこら辺は適当にやるんで、細かく知りたいっていう人は、どっかで探してきて。っていう感じでよろしくお願いしますねと。最近のフィギュア、この胸のところからも可動域があるから嬉しいよね。いろいろ動くっていうのがいいなって。ちょっと遠かったね。よしと。あと足か。よいしょと。これで全部取れたかな。多分全部取れてるよね。こんな感じ。こんな感じです。はい。いやー、
でも今ホロライブ3期生ファンタジーの5名とで、カリオペさん来てグラちゃん来てでラプ様来てでケンタッキーキアラが来たわけね。足どこまで動くの？軟質？あ、まあ、まあ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 それなりな軟質だからそこまで可動域はそんなには多くないね。キッキリキックできないか？うん、そこまでの可動域はないけど、まあでも、うん、胸部が動くボールジョイントかな。で、肩、肘、手首、首、多分髪の毛そうだよね。髪の毛も可動入ってるね。おー、で帽子はこれ固定かな。で、膝、足首かっていうので、まあ動く可動域はまあうん、そこまで足ぐらいかな。足がちょっとスカートのパーツの関係であんまりってなるけど。で、フェイスパーツ、ちょっと待ってね、フェイスパーツと、フライドチキンかが2つで、あと手首パーツがこれ絶対飛ばすよね。ちょっと蓋閉じて後ろのよし、ああフレーズチキンが手首パーツと、まああといつもの台座ですね。手首パーツ1,2,3,4,8、もともとついてるんで9,10か10種類いいね。うんで、よいしょ。でまあなんていうのかな、ホロライブイングリッシュの1期生ミスはワトソンが、卒業というか、活動終了だから、まあ、確かフィグマは決定してたよね。多分、おいおい届くとは思うんですけど。で、あと、先日、ホロックスの方でもね、結構ちょっと、坂又が、終了という通知が先日、ありましたけど、あれ活動どうなるんだろうねっていうのがちょっと、まあ配信とかはしないみたいだからっていうのがちょっと寂しいですけど、まあまあいいんだ、あんまり言うのはやめとこうか。まあでも両方とも2人ともフィグマ化は決定してたよね、まあ、そこがちょっと楽しみではあるんで、またなんだっけ、フィグマはまたレビューしようかなと。これ外れるの？これ手通すの？ちょっと説明書見ましょうか。ジョイントの外し方はまあいつも通り、縦は取って取れるの？これ取っ手が、あ、取れるね。取って取れますね。ああ取っ手を1回取って、シャレじゃないよ、シャレじゃないよ、とん、こっち取れないの、硬いな。え、ちょっと待って、カメラ越しは見づらいぞ。 あ取れた取れた、取れるので、でこれ縦持ちにするにはどう、そのまま普通に合わせる感じでいいのか、もうやりづらい、もうちょっとカメラ外で申し訳ないけど、まあこんな感じでいいのかな、剣持たせてってなると。いやフィグマも今結構増えてきたな。まあリコリコとかもね、買ったし、でホロライブは基本的に買っていこうかなと思いますので、またこうやってレビューではないけど報告動画は上げていこうかなと思います。
はい、ということで、まあ本当一人だと喋ること全然ないんですよね。どう何を喋ればいいのかっていうのかがパッと硬いな。一人だとあんまり喋れない。あー、一気にバシッてやっちゃった。髪の毛取れた。手首じゃない、取っても取れた。なんとか復旧できた。で、今度こそジョイントを立てる用のジョイントを刺してと、これで立つね。まあもともと立てるけど、まあいろいろ私のホロライブのフィグマを飾るコーナーもだんだんと置き場がなくなってきたから、ちょっとレイアウト変えないといけないんですけどね。整って見栄え良くなったらどっかでお見せしようかなとは思いますけど、もう喋ることだんだんなくなってきたから、そろそろ、まあ今回終わりにしようかなと思います。次何来るだったかな、ちょっと覚えてないけど、どの順番で来るか分かんないけど、まあ楽しみにしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、グッドボタン、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは解散、バイバイ。